仙台市立北、仙台中学校は、宮城県仙台市青葉区東照山2丁目にある、公立中学校。通称は、北中。1970年創立。主に、仙台市立北、仙台小学校のほぼ全員、仙台市立荒牧小学校、仙台市立中山小学校の一部の児童が進学してくる。北仙台と名がついているが、北仙台駅周辺にある中学校ではない。当校はそれよりも北にある仙台市青葉区東勝山周辺に存在する。この理由は開校当時、この地位が荒牧あざかけすとぐろという広域地名に属しており、難読かつ東洋漢字外の漢字が使用されており、校名に使えなかった。近隣にも適当な地名が存在しなかった。よって、仙台市の最北部にあるからという理由で、仙台市立北、仙台中学校と命名された。1988年に、仙台市が出水市、宮城町、秋穂町を合併し、1989年に政令指定都市となるまでは、当校は仙台市の北端部に位置していた。仙台市立北、仙台小学校、仙台市立荒牧小学校、仙台市立中山小学校一部仙台市立中、山中学校と学区が被っており、仙台市立中山小学校から年に1から2名ほど入学してくる。北中祭りとは、毎年9月初旬前後に行われる文化祭である。主に出展とパフォーマンスに分かれ、パフォーマンスが以前は非公開であったが、2005年度より近隣住民の要望により公開されるようになった。2007年度以降は学習指導要領の変更に伴って授業時間の確保のため2日間の開催だったのが1日だけの開催となった。ありがとうございます。